はい、皆様おはようございます。本日はですね、こちらですね。はい、おっしゃる通り、その通り、山芋でございます。はい、それではね、本日はこの山芋の千切りの作り方、いってみたいと思います。はい、まずですね、こちらですね、適当な大きさに切っちゃってくださいませ。長いかな、5センチぐらいかね、やりやすいかと思われます。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたらですね、皮をね、剥いてくださいね。こんな感じでグリン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 ですね。グリングリン、山芋の皮を剥いてください。グリングリン、山芋の皮を剥いてください。はい、こんな感じですね。はい、そして端っこの方はね、ちょっと切って、あとね、取り切れなかったとこですね。はい、これをね、またグリングリン、山芋の皮を剥いてください。はい、こんな感じでいかがでしょうか。山芋のおがくずがちょっとね、ついちゃっていますので、ちょっとまな板の方を洗っていきたいと思います。はい、そうしましたらですね、千切りの方を始めていきたいと思います。甘いも滑るんですよね。ですから、まあ気をつけてね、ここのね、上と下をまず押さえるような感じですね。そして人差し指で、この3点をね、押さえるような感じでお願いいたします。そうしましたらね、あとはこう薄くね、切っててくださいませ。はい、こんな感じですね。はい、こんぐらいになりましたら、座りが良くなりますので、パタンとね、はい、倒してくださいませ。そしたら、あとはね、普通のお野菜のようにね、ガツン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 ツンとね、薄く切っていってくださいませ。そしてね、これ全部切んないでね、実は包丁をこんな感じですね、こんな感じでこの辺だけつながっているような感じですね。こんな感じでやると、あとはね、サッキュンサッキュンといきますのでね、よろしくお願いいたします。はい、こうなりましたらですね、このつながっているとこを、こう倒す、を倒す。これでね、大体剥がれますのでね、倒す。いいですね。そしたら、あとはね、これを線線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 とね、はい、切っていっていただければ幸いかと思います。まあ、俺別に千切りしなくてもいいよっていう方はね、すり鉢なりおろし金でね、スリスリスリンコして、召し上がってみても、結構だと思います。はい、こんな感じでね、甘いものを千切りですね。はい、完成いたしました。それでは本日はね、簡単ではございますが、山千の釣り方、作り方、動画にまとめてみました。それでは失礼いたします。